ココノのムービーセレクション。こんにちは、ビデックスのモコです。今回は前回に引き続き、タルコフスキー監督の作品についてお話をします。今回はアンドレイ・ルブリョフです。はい、ちなみに前回ちょっとお見せし忘れちゃったんですが、これパンフレットです。素敵。素敵ですよね。これ見せちゃっていいのかわかんないですけど。最後ちょっとおじさんの目がすごい。これにはノスタルジアが載ってないんですけど、アンドレイ・ルブリョフは白黒のなんかこういうような見えないかもしれないですけど、はい、こんな感じです。前回はタルコフスキー監督のノスタルジアについての話をしました。で、このアンドレイ・ルブリョフなんですけど、二部構成でめちゃくちゃ長い映画です。めちゃくちゃ長いです。これ DVD が2枚に分かれてるんですけど、もうなんかこれ戦いだなって思ってみました。なるほど。このアンドレイ・ルブリョフという作品はもともとはアンドレイのアンドレイの受難、発音難しいですね、はい、アンドレイの受難っていう風な名前で作られてたんですけれど、当局により、残酷なシーン等の削除が要求されて、タルコフスキー自身が再編集した最終版がアンドレイ・ルブリョフらしいです。私はアンドレイ・ルブリョフしか見たことがないので、どういう風に残酷だったのかっていうのはちょっとわからないです。はい、ウィキにも書いてある。あ、そうですね、ウィキにいろいろ詳しく載ってると思うんで、私が喋る内容はあくまでもなんか私のあれなんで、皆さんあのタルコフスキーはむずいんで、ウィキとかちゃんと調べてください、はい、マジでなんか私もやっぱ政治とかが分かんないんで難しいですよね、なかなか、はい。で、アンドレイ・ルブリョフのあらすじをざっと説明をします。舞台は15世紀初頭のモスクワ大公国です。タタール襲来と、ルーシ諸侯の内乱が続いた動乱期を背景に、ロシアの最も優れた遺恨画家のアンドレイ・ルブリョフの苦悩と模索を描いています。ルブリョフの生涯を単にたどるのではなく、その生涯に関するエピソードや中世ロシアの、史実を下書きにした草話を織り交ぜた8つの章とプロローグ、エピローグを合わせた全10章を第1部、動乱そして沈黙、第2部、試練そして復活という名前で、物語が進んでいくっていうような、もうなんか自分で読みながら今あんま噛まなかった自分を褒めてあげたいです、うん、です。なんか言葉にするとすごい難しいんですけど、言ったらその遺恨画家っていうのは教会とかに飾られるような宗教画ですね。宗教画の、あの画家をされていたアンドレイ・ルブリョフという歴史上あんまりデータが残っていない方らしいんですけど、あと私はなんか絵画は好きなんですけど、宗教画は全く知識がないので、これ見た時も何のことやらよく分かんなかったんですよ。宗教画が最後にいっぱい出てくるんですけど、どういう気持ちで見たらいいのか、どうしようっていう感じでしたね、はい、で、そうですね、なんか、ノスタルジアを見た時はその廃墟っていうものにすごいなんかこう惚れ惚れとしたというか、他の全ての要素にも静かで音楽が良くて、なんか草木、光、雨とか廃墟とかの描写が良くて、なんかこう、あとセリフとかもすごくこう詩的というか、普通に喋り言葉っていうよりも本当にこう詩の中を歩いてるような感じの作風で、なんかすごい好きだったんですけど、このアンドレイ・ルブリョフっていうのは全然作風が違うんですよ。で、
割とこうなんか人々が争う場面とか建物がこう崩れていく場面とかっていうのがこうたくさん出てくるんですね。あと出てくる画面に出てくる人の数が本当にすごい量なんで、なんかこれ映画なのかなっていう気持ちにだんだんなりますね。本当にそこにそういう人たちが住んでて、それをなんか空から俯瞰して映されてるんじゃないかってぐらい本当にたくさん人が出てくるので、なんか本当にそういう意味ではすごい映画だなっていうふうに思いました。でノスタルジアを見た時に、なんかもともと廃墟が好きだったのがさらに廃墟を好きになるように惹かれるようになって、で大学を卒業する4回生の年に京大の廃墟愛好会に入ったんですよ。で、まあ、それぐらい廃墟がすごい好きで、安直に、まあ、そうやってサークルに入るみたいなことになり、でそのくらいの時期にこのアンドレイ・ルブリョフを見たんですけど、なんかタルコフスキーが廃墟をたくさん舞台にしてるなんか意味みたいなのがなんとなく感覚的にですけど分かった気がする部分がありました。っていうのもなんか自分たちって廃墟ってもう廃墟でしかないじゃないですか。廃墟としてそう目の前に例えば壊れかけた建物があれば廃墟って認識するんですけど、廃墟ってもともとは廃墟ではなくてちゃんとした建物で、そこにその人々が行き来してたこと、で現在進行形で流れてた当時の時間があったっていうのと、それが栄えなくなったり事件とか事故とか災害とか、このタルコフスキーが描いてるようなその戦争とかですよね、内乱とかっていうものが原因で何らかの理由があって廃墟になってしまったっていう、その今に至るっていうところと、その手前になんかその建物を設計した人たちがいて建設した人たちがいて、その中に特に教会とかですよね、象徴的に描かれてるのがってなった時に、なんか自分たちには見えないですけどそこで祈りを捧げてた人たちがいたんだっていうことを、なんか安易に廃墟が好きとか言えないなみたいな気持ちにはすごいなりました当時で。なんかっていうのも社会人になってからだったと思うんですよ。2019年の4月16日って書いてるんで社会人になって数日後だと思うんですけど、あのノートルダム大聖堂の火災がニュースで報道された時があったんですよね。でなんか自分はそれをツイッターかなんかで燃えてくそのノートルダム大聖堂の映像を見ちゃったんですよ。でなんかその時にバーンってアンドレイ・ルブリョフのあのなんか内乱みたいなのが起きて、その後人が死んでたりとか建物がこう倒壊しかかってて、ホコリみたいなのがボボボボボっていっぱい落ちてってるあのシーンを思い出して、ああなんかそういうことかって、なんかこうリアルに廃墟が廃墟になっていく瞬間っていうのをなんか普段の生活では見ないんで、なんかあんまり意識したことなかったから廃墟って好きみたいなことをアホみたいに言ってたんですけど、なんか軽率だったなってすごい思いました。ノートルダム大聖堂は行こうと思えば行けたわけじゃないですか、自分も。でも火事になっちゃったから、そのいくら修復されたとしてもそこにはもう行けないんだっていう、なんか辛い気持ちになっちゃいましたね結構。でなんかそのタルコフスキーが作ってるノスタルジアのその象徴的なあの建物とかも言ったらそういう建物なので、今はなんかその石造りの外見だけが残っていて、なんかあとは草が生えたりとかしてると思うんですけど、それももともとはそういう建物だったんだって思うと、なんかノスタルジアもまた見方が変わってきて、さらになんかうーって苦しいというかなんかいろいろアンドレイ・ルブリョフは私すごい好きかって言われるとそうじゃないんですけど、なんか気づきを得た作品っていう意味で
こでお話をしました。ノートルダム大聖堂行けなかったのはきついですね。なんか他もなんか最近もよく地震とか起こったりとかするじゃないですか。災害とかって絶対に逃れられないですし、日本は戦争がないから災害がぐらいのところですけど、なんか廃墟ってそうだよなって、なんかそのロシアの方とか特にその今でも内乱とかがあるような場所があるとすれば、なんか建物の価値って見直さないといけないよなみたいな。戦争がなくても日本ってどん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 新しいものに変えていって、なんか私は古い建物をもっと大事にしてほしいなっていう、なんかちょっと話全然それちゃったんですけど思いますね。はい、でこれは最後の方に鐘を作るシーンが出てくるんですよ。あの大きなゴーンって鳴らす鐘を、あのなんていうんですか、土を持ってそこになんかどうですかね、流し込んで、まああれってうまくいかなかったら割れちゃったりするじゃないですか。それがなんか最後ゴーンって鳴るあのシーンは、なんか得体の知れない感動があるんで、なんか皆さんにも見てほしいなって思います。でこの一番最後にあのアンドレ・ルブリョフが描いたとされるその絵がなんかフェードインフェードアウトでずっと何十分か出てくるんですよ。15分とかですかね、 10分はあったと思います。出てきて、なんか私そこは本当になんかすごい不謹慎なんですけど、だんだんシュールすぎてもうなんか笑いをこらえるのに必死みたいな感じが、ね、なんかこれは、まあ、この絵の良さっていうのが分かればもっと良かったのかもですけど、なんか、なんか宗教がもうちょっとちゃんと勉強しなきゃなって思いましたね。勉強してないんですけど。でなんかあの昔あの徳島の大塚国際美術館っていうところに行ったことがあるんですけど、そこでなんかあのなんていうんですか、宗教画がブワーってなんか何棟にもわたって見れる館みたいなのが、館というかそのフロアみたいなのがあって、分かんなかったですね宗教画は。なんかあれ荘厳だねぐらいにしか本当に何も知識がなかったんで分からなかったんですけど、まあ、なんかその今この世の中にこのルブリョフの絵がどれぐらい残ってるんだろうとかはちょっと気になりますね。なんかやっぱりこう内戦とかで焼けてなくなったりしてるんだろうなみたいな、そのフェードインフェードアウトですごいシュールだっては思ったんですけど、やっぱりこう消えかかってたりするんですよ。なのでそれが当時でそれってことは今どうなんだろうなとかはちょっと気になりますね。今を生きてて、このめっちゃ昔の作品と今起きてるそのニュースとかがつながった時はなんか背筋がもうなんか冷えました。本当にわーってなって怖かったですね。はい、そんな感じです。